スピードと跳躍の調和と配分が求められる陸上三段跳び。去年のインターハイでビッグジャンプを決め逆転優勝を果たした京都出身の18歳。三段をすること自体が自信があって、勝負になってもずっと自分やったら大丈夫っていうような自信が自分の強みかなと思います。三段跳び中田海人の原点に迫る。明治安田生命プレゼンツ地元魂。嵐山や太秦など有名観光地のある京都市右京区。この町が中田の地元。自然が豊かで結構ゆったりした空間が結構好きです。結構小さい時からずっと一人で散歩したりはしています。中学では走り幅跳びの選手だったが、三段跳びのパフォーマンスに魅了され転校した中田。高校に進学後、ここで転機となる教えを受ける。当時高校ランキング1位、先輩渡辺樽香選手の踏み込みだ。3回の設置のところが、そこでブレーキになってしまったら、もうその時点で三段跳びはもう結果も出ないんで、かかとから行ってもダメだし、つま先から行ってもスピードが死んでしまうんで、そういうところを言ってもらいました。さらに中田のもう一つの武器が 100m10 秒台というスピード。その速さを生かした跳び方のコツを身につけると記録も伸びた。そして迎えた高校最後のインターハイ。不安定な風に苦しむ中、最終6回目のジャンプ 15m71cm のビッグジャンプを決め、悲願の優勝を逆転で飾った。やっぱり勝ったからにはもっと高いところまで行っていかないといけないし、今後はやっぱりその世界とかも目指していけるような、そういう選手に成長していきたいなと思っています。そんな中田が幼少期から通う場所がある。やってきたのは昭和31年創業の地元の洋菓子店だ。必ず注文するのがこのいちごショート。誕生日やいい成績を残した時に必ず食べるという。最高です。それを目指して頑張ってるっていうのもあるので、何よりのご褒美です。ケーキいっぱい食べて、もう活躍できるように、世界に活躍するように頑張ってください。ありがとうございます。中田海人の地元魂は京都市右京区にあった。三段跳び中田海人が大切にしている言葉は、僕が大切にしている言葉は継続は力ないという言葉で、一個一個ちゃんとやっていかないとそこから先の成長はないので、自分はその言葉が結構好きです。